赤い川は1948年制作のアメリカ合衆国の西部劇映画、ハワード・ホークス監督作品。ボーデン・チェイスが史実に基づいて執筆したブレイジング・ガンズ・オン・ザ・チザム・トレイルを原案とし、チェイス本人とチャールズ・シュニーが共同で脚色を担当している。アカデミー賞2部門にノミネートされるなど、西部劇映画の傑作の一つである。 当時新人のモンゴメリークリフトは本作に出演したことによりスターの仲間入りを果たした。日本ではユナイテッドアーティスト、日本支者と松竹洋画部が初めて提携して配給、公開した作品である。1851年、開拓民の滅場社体と行動を共にしていた開拓者のトーマス・ダンソンは自分の牧場を設けるのにうってつけの土地を見つけ、 滅場社体の隊長に別れを告げる。隊長は、この一隊は、インディアンが出るから危ないし、お前は有能だから手放したくないと抗議するが、ダンソンは一度言い出すと聞かない一面があったので、こんまけする。滅場社体の娘であり、ダンソンに恋をしていたフェンは、自分を一緒に連れて行くよう申し出るが、ダンソンは、女は、連れて行けないと断る。代わりに、ダンソンは、 母の形見である腕輪を、フェンに送り、必ずいつか迎えに行くと約束を交わし、ダンソンに惚れ込んだ同じく開拓者のグルートナギンと、自分の家畜である二頭の牛を連れて、タイを離れた。だが、しばらくして、川の近くまで来た二人は、滅場社体の向かった方向から、煙が上がるのを見て、滅場社体が、インディアンの襲撃を受けたことを知る。助けに行くにしても、ここからでは、 遠すぎるし間に合わない。二人は、団長の思いで、滅ば社隊の救助を断念した。その夜、川の近くで八重をしていたダンソンとグルートは、少数人数のインディアンの集団に野襲を受ける。過労死的て撃退に成功するものの、倒したインディアンの一人が、ダンソンがフェンに送ったはずの腕輪をつけているのを見て、ダンソンは、フェンがインディアンに殺害されてしまったことを知りが然と、する。 翌日、テキサス州のレッドリバーに向かう途中で、家族をインディアンに殺害された一頭の牛を連れた一人の少年、マシューガースに出会う。ダンソンは彼を養子として迎え、ミシシッピ川の側にある広大な土地に自分の牧場を作る。それから14年後、南北戦争が締結した1865年、ダンソンの牧場の牛は1万頭を超えていたが、 南北戦争によって牛を買ってくれる業者がいなくなり、牧場の経営は日の車となっていた。そこへ南北戦争から青年になったマシューが帰ってきた。銃の腕前もダンソンにまっさるとも劣らない腕前になっていた。やがてダンソンはサンタフェトレールを通ってセダリアへ1万頭の牛を運ぶ大規模なロングドライブの計画を立てる。列車を使えばこれまでより 肉の需要が豊富なミズーリ州の市場まで安全に行けるにもかかわらず、カンザス州北部はビリーンから東部まで列車が通ったという噂には耳を貸さなかった。そして、セダリアへ向けて、ダンソンは、マシューグルートを片腕に、多くの牧道と一万頭の牛を連れて、旅に出る。日本語吹き替え版初放映1968年1月7日、 日曜洋画劇場、ありがとうございます。